こんにちは、こんばんは、それです。今回は新超絶の山竹買いに行きたいと思います。とりあえず、初見ですね、行きたいと思いますので行きましょう。まあ言っても時間30分ぐらい経ってんだけどね。よし、とりあえず行きましょう。ふう、でとりあえず、まあブロックは連れて行きたいなと思ったんだけども、そんなになかったから、デトラビ出てる。ちょっとね、30分経ってるから、あれなんだけども、わかんねえ、マーリン、マモンか、マーリン連れて行きましょうか。こんな感じでとりあえず初見行きたいと思います。では行きましょう。重力なのかな。マモンはあまり出なかったけど、フレンドで出てたってことはマモン。なるほど。ん、マーリン難しいな。まあでもわかんない、まだね。ほう、あ、ワープ出ましたね。ワープ出た、オッケーオッケー。いいよ、ワープは持ってた方がいいね。デトラビか。で多分ね、これはさ、イメージでもやっぱこんな感じだよね。でバカムとか怖いんだけど、痛いね。あ、そっか、危ねえ。普通にアンチワープの動きをしてたね今。でも33っていう数字重なってるから、そこ怖いんだけど。バッハいけそう。やめてちょけれ。オッケー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 。蘇生、オッケー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 。トミキュー怖いね。でこの時にハマってねってことだと思うんだけど、オッケー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 。これあれか、なんだっけ、ホミキューが蘇生してんのかな。なるほど。でそこ多分ハマってねえだよね。そうだよね。まあ普通か。オッケーオッケー。でも貫通でもいいんだったら、マヨちゃん動きやすい、かなり。でここでね、突破したいんだけど、オッケーオッケー、まだ大丈夫。とりあえず即死はないから、あ、バハムートの Q が蘇生か。なるほど。ようやくようやく、だから反射ではまるって感じか。そっかそっか。オッケー。鬼硬いんだな多分。よし、ここ突破できたら美味しい。よし、オッケー。バトル2、とりあえずギミック、まあ、そんな感じか。まあ、あれだけども、なんとかいけてる。でこれ鬼とはまれるようなんじゃない。ほうほう。だからこれ多分33と22のやつで、33セットはこっちはまるみたいな、22セットはこっちみたいな感じか。あ、そん違うね。んーと、上は倒す。バカもね、なかなか友情強いからね。でこれで、なるほど、右下にはまれるのね。だけど、はい、貫通、いや反射重力か。反射重力普通に口ゼロとかかな。
ほよし、あとは上の数字が蘇生で、これはレーザー。ほ、あれ、上の数字が蘇生かと思ってたんだけど、周りが暴れたいんだけどな。痛い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 。はい、オッケー、もうちょっと耐えたい。これ SS なんだっけ。あ、ダルタニャ、すごいね。よし、バンカー暴れたいね。ちょっと嘘、なるほどなるほど、とりあえずこちらのパーティーでいきたいと思います。まあゴリゴリでね、いきましょう。でこれが勝ったら、まあ、運枠って感じかな。クシゼロは近かったね。ワープだから、でもブルータスとか、まあ、全然あれだけどね。これ入れるのかな。あ、そっち、まあ、右上にね入る予定だったんだけど、オッケーオッケーオッケー。うん、さっきよりかはやりやすいね。まあ、倒せなかったからあれだったけど、さっきよりかはやりやすい。倒れないけどね。ん？なるほど、 HP 高いからちょっと適当にこう打つけど、なるほど、弱点殴らないとダメだってことね。なるほどね。ほら、オッケー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 、なんとかで鬼は絶対蘇生すんだ。でも絶対でかい数字はまあ死だと思うんで、そこだけ気をつけつつ、あとあれだよね、超絶だから爆絶じゃないから、そこはちょっとね、あの多属性をね連れてっても大丈夫かなと思ってキスリラを連れてきたんだけども、オッケー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 、弱点だ、なるほどね。さっきよりか全然いいね。いきましょう。正直ね、でもね、クシナラゼロ全然やれてないからね、あれなんだけど、先に山竹会はね勝っちゃうかもしれない。オッケー、で毎ターン移動の、はい、とりあえずハートダグは管理しておきたいですね。なるほどね、これだとちょっと倒すの大変だもんね。はい、オッケーオッケー。でもバーカの友情コンボが、まあ、近くにいたらね、まあなかなか入れ歯にしそうだが、いけるんだね。オッケーオッケーオッケー。これは、あ、倒せないと思うけど、オッケーオッケーオッケー。蘇生鬼入れた一体か。よし、これデトラベ欲しくなるね。まあバカがちょっと今のところ強い感じはするけども、ほい、オッケー、ナイス。これデトラビって SS あれだよね、半蔵だよね。そうだよね、デトラビ、あのちなみに初めて使うからね。オッケー、バトル3いきましょう。ここからが初めてだね。
おお、なかなか入りづらそうだなこれ。上のデドラビで上やりたいよね。弱点そこだったら入る。なるほど。オッケー、ポンポンポン。これね絶対入れ番するけど、オッケー。でも変にね回復が入らないから、これね当たった方がいいかな。オッケー、なるほど。で下が2ターン、これは絶対アウトだから、ちょっと待って、こうするか。暗潮、暗潮アブラだからね。はい、よし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 。多属性になっちゃうけど、あーでもそっか、貫通か。ヤカミがねいけるかなと思ったけど、あいつ貫通だね。え、なんか死にそうなんだけど、ちょっと待って。はいはいはい、なんか死にそう。オッケー、これがこれがやりたかったんだね。あー、ホミキューボンボンボンやってんのね。次金貨になるから、金貨になるからさ今のは取っときたかったべ。オッケー、いけるね。はい、オッケー、よし。キラーいいよ、キラーがいい。ほんでバトリオンか。お、かっこいいね。でもこれ弱点じゃないから、え、これ弱点倍率アップとか出てたっけ。回復は入らない。なるほど、はい、なるほどね。弱点は触らなきゃきついね。ってことは友情は強いけど、いけ、弱点気をつけてねってやつね。オッケーオッケー。次がデトラビか。よし、オッケー。縦しつつ、オッケーです。オッケー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 。 HP 高っ。ちょっと待って、ヤマタケ海の攻撃をちゃんと見てなかった。あそこはハマりそうだね。でもね、一つ言うと長い。ほう、いけるでしょ。いけないんだね。上が弱だったら上に入る。よしよし、で鬼行こう。はい、で多分山竹一体蘇生でしょ。左下の数字が爆発かな。よし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 、オッケー。ハートはストラッチ体感あるんだけども、よし、いいね。横レーザー、そこ入れそう。でも弱点なかったらダメなのかな。
OK。 なかなかカラフルだね。超ワンチャープ、はい、よしよしよし。弱点目の前だと右上の7ターンね。 OK。 なるほど。 OK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 。 今のは下行くと思ったよ今のは下行くと思った。そこ蘇生、そこ固定かな。はい、ちょっと角度つけたけど OK。 なんか左下ってか端っこは怖そうだな。48、食べてないよね。食べてないね。これね、弱点多分絶対下来ると思うんだよね。あ、ないね。いや、これいけるんじゃないか。たあの変に回復が入らないのであれば倒せるような気がするんだけど、ダメかな。あと2ターンでしょ。はい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 、蘇生いい。勝った。これレーザー重ならなければ大丈夫よ。 OK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 。 ラビッツ、よし、ボンボンボン。これ痛いね、これ痛いね。倒していきましょう。 OK。 やばいと思ったらキスリラ打ってこ。 OKOK。 バーカいいよ、バーカいい。でここはちょっと雑魚処理しよっか、しましょう。鬼が両サイドね。で上が15かな最初で。十字が怖いからそこの十字も注意しつつ、はい、そうなんだよね。本当はね、下入りたいんだよね、バハムートの。そこマジか。入れ。オッケー。で鬼は大丈夫、バッカが、バッカがいるから鬼は大丈夫だから。釣ってもギリギリだ。勝った。はい、これで鬼は大丈夫だから、よし、弱点叩いていこう。これ足りるかどうかだな。マジか。なるほど、こう弱点叩けないと終わりだぞこれ。つかね、ことごとくね運が悪い。弱点だね。これ足りるかな。固定だね、蘇生ね。うわ運悪。引っかかっちゃったな、マジか。さすがに運悪すぎだねこれ。でハマらないから、ここやばい。よき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 。で蘇生固定だね。次ね、バッカ打ちます。
け。多分ねこれ足りると思うんだけど、ストライクショット、多分打たなくても足りるとは思うけどね。いや怖いな、足りる、剣持ちだし、オッケー、大きい、道を開けよ。今の SS 打たなかったの大きいね。ワンチャンバッハ返ってくるかな。あ、ラスゲーツゲー、オッケーオッケーオッケー。こっちは倒しとこう、上倒せなさそうだからね。で右上のバハムートが多分すげえ倒しづらいと思うんだよね。多分入れ、オッケー。いや、あれ弱点固定かあいつ。なるほど、弱点固定じゃないね。よしよしよし、まだ打たないとこっか。まだ打ちません。よしで、バン一体、よし次、次打とう、次打とう。よし、いけちゃうかな。あ、そっか、山竹か、今更だけど運枠いらないんだこれ。すごい今更だけど、メテオかで、次の左下が蘇生だよね。87654だから、いけます。はい、で薬だれ使っていこう。そっか、うまくいらねえんだ。こっち回復メインで使います。ストレッチショット、 OK。 これだから弱点殴ればもう1コロだね。暴れ気味でストレッチショット、神に捧げ天井、これバーカかもしれない。これちょっと今のはね、うまく削れなかったかもしれないけど、あ、友情入ってる入ってる入ってる、結構入ってる。フライクショット超えちゃうけー、いいね、限界超えちゃうけ。忘れてた、今のはねストライクショットじゃないね、限界超えちゃうけーってちょっと言った方がよかったね。まあでもとりあえずいけちゃったね。ちょっと長かったけどね。はい、なるほど、キスリラでも最後安心した、最後安心した。はい、ということで見事ゲットしましたよということで、あれだけ見よっか。あれあれあれよ、副友情が何なんだかだけ見ましょう。ちょっとスクショ撮りましょう。ザースタンが山竹ゼロみたいな感じあるけど、左下 iPhone10 じゃない、これね、仕様ね。はい、ということで、ちょっと確認したいと思います。ですね、山竹会の副友情が、十字レーザー S、反射レーザー S3、で、斬撃、ロックオンワンウェイ M、で、調教メテオ。で、メテオが多分、強いな、欲しいなとかと思ってたんだけど、なんかメテオ出ちゃいましたね、これ。これ結構当たり、だと思う。あとはロックオンと斬撃。
だよね。でメテオはかなり当たりだと思うので、ありがとうございます。でもともと持ってるね、運枠というか運極の山竹はね、なかなか食わせづらいので、2体目でね、まあ、山竹書庫にもあるしね、結構簡単で回れるんで、よし。でもいい感じ、かっこいいね、すごいかっこいいな。はい、副友情は調教メテオでございました。ということで今回はヤマトタケル会、ヤマタケ会に、初見ではなかったけども、とりあえず2回目で、ね、クリアできたので良かったのかなと思います。でさっき言った通り運枠は、いらないので、まあ、ガチガチ自分の組めるガチガチのパーティーでね、良かったのかなと思います。でかなりここに書いてあるかな、 あそうだね、弱点効果アップだね、忘れてた、なんか言ってたね、そうだね、だったと思うんだけども、うん、個人的にバッハがかなり強かったんじゃないのかなと思うので、ぜひバッハの株上がってんじゃないかな、これで使ってあげてほしいなというふうに思います。ということで今回は新超絶回シリーズの山竹回に、初日初見で挑戦してみました。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますので、ぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。